これからサウナに入ろうと思います。テントサウナ、テントサウナ、テントサウナ、気をつけてよ。はーい、暑い暑い暑いね。まだ石温まってない？うん、こっちに座ろうかな。暑い、熱波が、熱波が。熱い、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 終わった。熱い、熱い、はあ、ポンポン汗拭く、汗ポンポン拭くよ。ティッシュで一応抑えますかね。これ下地も塗んないでね、直でファン、クッションファンデなんだけど、直で塗ったんだけどね。え、全然大した崩れてないんじゃないの？あ、崩れてないよ。上からね、ちょっとお粉も叩きましたけど、とりあえずリングライトなしで、これ崩れてないじゃん、ほら、すごくない？これが出始めた頃気にはなっていたけど、なぜもっと早く買わなかったんだろう。目にも染みないし、1078円かな、税込み。もうね、これ最高です。私は乾燥肌ですけど、あの、このツヤ肌じゃないこっちの柔肌マットの方でも、夏だからかな、こっちの方がピタッとつく感じする。こっちはもうほんと乾燥肌の人にいいと思います。夏はね、こっちおすすめ。もっと崩れたくない人はついでにこのセザンヌの下地、青だと赤い顔が透明感増すみたいだから青買いました。これもそんなに目にしみることもなく使えたんで、まあ心配な人はあのお店に行って目の周りに塗ったぐってみてください。これもこれもお店の人に言って、あの、目の周りに塗ったぐってもらっていいですかつって、塗ってきてみてください。では魔女めぐみでした。なんでもっと早く買わなかったんだセザンヌ。